よいしょ。で、タンパクでいうと、筋肉っていうのがタンパクが多いんですが、筋肉の構造、114ページを興味ある人ちょっと見てみてくださいね。112とか113、114。これはもう、ケイタさん完璧だね。14、一瞬10秒ぐらい覗いて見ていいですね、114ページ。一瞬10秒覗いて復習してみて。その後閉じてください。いやだやだやだまず筋肉、筋トレを教えてる人だもんね。こうやって筋肉があってよいしょよいしょってなって、筋っていうのは、まあ、筋繰り工業を除けば筋繊維、筋節っていうのがあるのね、触る米はね、筋繊維と筋膜でできてます。筋膜の結合組織です、これが全体を筋とします。筋ってマッスルですね。これは分割されてます、こういう感じで。この束の単位の音なんて言いますか。金の中のもう、まあ貝、貝概念って音ね。金属。金属、素晴らしい。ね、ですね。はい、ここは金属も束になってます。金属の中ですか。はい。金繊維。金繊維ですね。金繊維で金原繊維。そうそうそう。ここまでが一つの細胞で、金原繊維は、金繊維は一つの細胞なんですが、金原繊維はその中の構造になってくるんで、まあ、ここまでかな、うん。金繊維。金繊維の線とこれなんで気をつけて、ね。間違って、この服の繊維が描かないよ。で、ここに結合、そして束だけじゃなくて、このつなげてるものがあって、もうテンセグリティ構造って言いますけど、わーってなってる。これが筋膜なんですよ。特にファッジアの中の筋膜です。筋膜って筋肉以外にもあるんで、実は。これややこしいです。骨にある筋膜、骨膜だし、脳にある筋膜は髄膜、硬膜、軟膜、蜘蛛膜。蜘蛛膜の下で、出血するのは蜘蛛膜下出血だね。硬膜下出血ぐらいだったらまだ浅いのかな。蜘蛛膜だともう硬膜、軟膜、もうその下だからもっと致命傷ですよね。硬膜、ごめんなさい、今嘘言った気がするんだけど、脳の筋膜っていうのは髄膜といって、髄膜って、ちょっと調べてみます。硬膜、硬い膜、蜘蛛膜かな、蜘蛛膜、軟膜かな、硬膜の下に蜘蛛軟膜、あ、そうだね、うん、で、この 筋膜のことを何て言いますか。ここだね、筋を覆ってる筋膜の音な、筋膜の音なんて言いますか。筋膜って結構お客さん聞いてこない。筋膜リスなんですかみたいな。はい。筋内膜。筋外膜。筋外膜。これ運動指導者関係なく、たまに月間の検索ランキングで、一般の人の健康情報に関する検索ランキングで筋膜ってナンバーワンになったりしますからね。そのくらい関心高いことです。筋外膜、ここが筋内膜、筋周膜、筋外膜、筋周膜、エピマイシウム、筋周膜と筋内膜、外周内って感じになってます。これが筋内膜です。これは平面圧刺激によってやるのが、圧刺激によって潤滑性を上げていく、あるいは神経系の動きを改善するのが筋膜リリースです。筋膜が筋外膜、筋周膜、筋内膜、それぞれ包んでいるのは筋束、筋繊維。この上にある膜なんですか。この上にだから筋肉があって、その上には筋肉は露出してないよね。その上にある脂肪、そう、脂肪層があって、その中にある、脂肪層と筋の間にある膜が
で、心筋膜っていうやつ。聞いたこともないですか。聞いたこともないかもしれないですね、もしかしたら。で、脂肪層の中にある膜を筋、ないの、あ、線筋膜っていう。筋膜リリースを教えてて、筋膜とは何だって知らない人はめちゃくちゃ多いですからね。なんかある意味、いい悪い意味で当たり前です、当然です、知らなくて。それがフィットネスの実情なんで。90% もいない、10% もいないじゃないですか、はい。ね、筋膜リリースただ痛くすればいいですよみたいな。これが筋、まあ、筋膜ですね、筋膜のリリースですね。これ筋筋膜じゃないんで、これが線筋膜ぐらいかな。これが、あ、これ心筋膜ぐらいかな。これ線筋膜のリリースです。脂肪も施術の対象ですからね。だからよくなんかおまじないみたいなさ、嘘なの本当なのあるじゃないですか。さすっただけで動ける。あ、これ線筋膜のリリースです。ただの純粋な解剖学です。あの、手品でもないです。さっさと なぞってあげるだけで、温めてあげるだけで、あるいはその人に触らせてあげるだけで、全部さ、よくいくようになります。あるいは頭皮マッサージすれば、これまた筋膜解剖学ですけど、筋膜連結でスーパーオーシャルパックラインっていうのが測定筋膜から頭皮筋膜から微上筋までつながってるんで、よく頭をマッサージすればこれだけで前屈強くなるし SLR も上がるようになります。これ筋膜連結です。12の筋膜連結があるので、そこも興味あったらほしいっていうのが、まあ、タンパク質がちょっと発生しちゃったんですが、でプロテインセービングエフェクトっていうのを知っておいてくださいね。糖質をちゃんと取っていくことでタンパク質ゼロでもそれほど死ぬほど分解していくわけではないということです。ファスティングにおいては血糖値をある程度下げすぎない、ちょくちょく飲むことで筋分解を最低限抑えることができます。あとはタウリンを飲むことです。